国美味しいと、ね、茨城県お墨付き の, あの欲しいものということでございますので、ぜひ欲しいも王国茨城プレミアム2024ということでですね、今後審査をして発表させていくということになります。ロゴがですね、こちらこれです。欲しいも王国茨城プレミアム2024、茨城県の名称欲しいもの日、日付1月10日、上記の記念日を正式登録する。2024年1月10日、一般社団法人の記念日を開催し、おめでとうございます。ありがとうございます。今若い女性の間に大人気の欲しいもの、その生産の9割はですね、もう茨城県ということでございます。欲しいものをその澱粉質をですね、糖化させる、あの糖分に変えていく、それが非常にその欲しいものの製品にと製品化です、製品を作るにあたって大変重要なあの製造過程であるんですけども、その糖化に糖化ということがですね、大事な要素だということ。魅力について教えていただけますか。はい。あの干し芋は先ほどからもお話あります通り、蒸して干しただけなのに干しも美味しいし、お腹もいっぱいになるし、じゃあ栄養もあるしで。